ラブリーパブリーは2003年4月2日から2012年6月30日まで中京テレビで放送された広報番組。番組表情ではラブリーピー、あるいは単にピーとだけ表記されることが多かった。企業や施設の宣伝を行わない会の撮影によく使われていたヒサや大通公園リバーパーク三河瞳演じる女魔法使いパブリーが 進行役を務めていたミニ番組で、彼女が東海3県の企業各社の製品や施設各所のサービスについて調査し、それらの宣伝告知を請け負う模様を放送していた。かつて、中京テレビで放送されていた、宮地有紀生の電波将軍シリーズの後継番組で、番組は週に4回のペースで放送。そのうちの1回が、海川が出演する、実写版で、 その他の回では、商品説明の VTR を流すという形を取っていた。単に、ロケ先の宣伝をするだけであれば、他局の広報番組群と何ら変わるところはないのだが、この番組は、海川のハイテンションな演技と、その独自の演出により、ひときわ異彩を放つ存在となっていた。海川はとにかく人の記憶に残る、自身の特徴を武器に、 毎回ロケ先に勤務する広報担当者と共に対象商品の宣伝を行っていたがその様子は告知というよりもコントの様相を呈していたそのため土曜11時40分から放送されていた時代には直前枠の広報番組愛知県政ファイルとの落差が非常に激しかった番組制作側もパブリの知名度を上げるために彼女のキャラクターソングをリリースしたり さらには番組内で海川本人にその振り付けを実演させ、わずかな放送時間の大半を使って紹介したりと、商品の宣伝とは何の関係もない展開までも見せていた。しかし海川演じるパブリは2007年1月13日放送分を持って降板し、代わって同日放送分からはパブリセカンドが進行役を務めるようになった。それに伴い、 番組も以後は、ラブリー・パブリー2と題して放送されるようになった。ただし、放送内容自体は、ラブリー・パブリー時代とほとんど同じであり、差分は、番組タイトル右端の部分とパブリが被っている、ウィッチハットの片隅に小さく、2が付けられた程度だった。パブリセカンド役も、同様に海川が担当していたが、さらにその後、彼女が2役で演じる、ライバルキャラクター、 ダークパブリが出現。これにより番組はより混沌とした展開を見せるようになった。放送開始から長らくこの番組に出演し続けてきた海川は2010年3月末に芸能界を引退した後もしばらくパブリセカンド役及びダークパブリ役で出演していたが出演契約の満了により同年6月27日放送分をもって正式に降板した。 海川の交番後、パブリー役は、織原美香演じる、パブリーオーネタンと、前山夏智江演じる、パブリー妹へと引き継がれ、その翌月には、番組タイトルも、ラブリー、パブリー SS と改められた。以後は、この二人が、進行役を務めていたが、織原は2011年11月20日放送分に、出演したのを最後に出演しなくなり、その翌週からはすべて、 先山のみが出演するようになった。そして、海外リニューアルから2年後の2012年6月30日に番組は終了した。実写版最後の回となった同年6月24日、放送文では、前任者の海川が息子と共にロケ先に現れ、久々にパブリのコスチュームとハイテンションな演技を披露した。そして、 公認者である崎山との共演で最後を締めくくった。後継番組は、江頭日向出演の広報番組、クレッペーで、こちらも同様に週に4回のペースで放送されている。いずれも日本標準時、番組終了時の放送時間。このうち、海川やその公認者たちが役を演じていたのは、日曜午後版のみであり、それ以外の回には、 番組公式サイトのトップを飾っている CG、キャラクター、イラストパブリが登場していた。実写版の収録は全編ロケで行われ、出演者、スタッフ一行が対象商品の製造元や販売店などに赴いていた。対して CG 版は商品説明の VTR を流す形で行われていた。ありがとうございます。